賞金が出るっていうのと、はい、社員とかその就職希望者の方々に対してうちのビジネスモデルっていうのはそういう第三者からこういう少しでも認めてもらえたビジネスモデルなんだよっていうのを証明したかったから受けたって感じですね。テレビ番組さんが取材に来てくださったりとか、自衛隊の退役者向けの企業説明会で、まあ、14名ぐらい企業説明を受けに来てくださったので、それはすごく、まあ、効果があったのかなと思います。自分たちがいくら技術があるよとか知識があるよって言っても、それを第三者に証明するって難しいと思うんですけど、まあ、資格、例えばそこの技術と知識の第三者証明っていうのは資格だったりとかすると思います。でただ会社としての取り組みとかビジネスモデルとかそういうのを、証明する、第三者が証明するものというのはこういうビジネスコンテストだったりとか、そういういろんな認定だったりとかだと思うので、今後はこういうのはどんどん積極的に、はい、取っていきたいと思います。まあ、まずは数こなさないことにはなれないとは思いますし、初めてのことはすごく緊張するし、うまくいかないこともたくさんあると思うけど、まずは慣れ、数こなす、プラスリスクないんで、受けること、出場することにリスクはないんで、ただでそういう第三者の評価をもらったりとか、ここをもうちょっと改善した方がいいよとかってのが分かるので、リスクがないことにはどんどん挑戦した方がいいんじゃないかなって個人的な意見では思います。若い時それこそ他のビジコンとかに出て散々な結果だったこともたくさんありますし、はい、それがあるから今にやっぱ活かせてるって多分あると思います、はい、結局自分一人で考えてるよりもそういう第三者が見てもらう、第三者に見てもらうことによって評価されることによって、あ、このビジネスモデルじゃまだ足りないんだとかまだ甘いんだとかの分かるので、もしそれが賞を取れなかったとしてもですね、はい、だから出ることはすごく意義があるんじゃないですか。前回出させてもらった時も予選の時にもいろんなものが数値化されて評価が来ますので、あ、じゃあここをもうちょっと分かりやすくした方がいいなとか、ここが伝わってないなとか、もうちょっと数値化するためにはどうしたらいいかとか、やっぱそうですね、やればやるほどより実現性の高いものになっていくんじゃないかなって気がしています。自分が落ちた場合、じゃあ優秀賞を取ったビジネスプランどんなビジネスプランだろう、大賞を取ったビジネスプランどんなビジネスプランだろうっていうので、あえて聞きに行ったこともありますし、で自分のプランと比較して足りないこととか、もちろん基本的にはお客さんとかっていうのが、うちの業界でいうとお客さんっていうのはもちろん、素人っていうかですね、わからないことだらけだと思うので、そういう方にも伝えやすくするためにも、そういう業界じゃない方に聞いてもらっても伝わるビジネスプランなのかどうかっていうのも、はい、大事なのかなと思います。